お待たせしました。悪いね、メーベルじゃなくて。あの子は生きてるのかい？ああ、あの子を殺すことができる。たった一人の妹くらい大事にしろ。ああ、最後に残った仲間けど殺せと僕は言われてるんだ。試合開始です。正面オンボノヤス、一体何が起こっているのでしょうか。ん、じゃあこれは水金吊るし針の術、鬼火の術、照明牛鬼。こいつは君なんかとは格が違うんだ。手加減はしたんだろうな。十二か、まずい。侵食が始まった時に損傷が。メイペル、謝れと言って伝えて。この僕を出し抜くか、真似をしてくれる。死人を蘇らせることくらい。その術は目が利きます。なぜ転生することになったのか、どうか今一度お考え直しを。気持ちはわかります、お優しい方であること。